よーし、おはようございまーす。それでなんか夜ね、まあ、たまたまゼロワンくんとさ、昼会って、うちに来て、その後に、じゃあ花火大会行こうかって流れになった時に、狛江くんがやきもち焼いてさ、ね、ゼロワンに取られたみたいなさ、奈々ちゃんを。俺の方がね、先に花火大会行こうって約束してたっつってね。ざまあみろ、その後に絡まれてんだもんね。ねえ、その後ね、溝の口駅っていうところで、なんか通行人がね、ゴミをなんか目の前に捨てたかなんかで注意したら、逆に絡まれてさ、自撮り棒折られたりとかね、広角レンズをさ、壊されたりとかしてたみたいな。それで、警察に行くっていうさ、配信でね、放送は終わったんだけど、モンジュリはいつ暴走しますか？私は今日は覚醒だね。どちらかというと暴走より覚醒って感じ。おはようございます。一回もお昼寝してないから17時間ね。ずーっと放送してたからね。たださ、ゼロワンくんがいるとなんか楽しいんだよね。あいつムカつくけど、ゼロワンくんとの長時間配信は面白い。お金あれば女ついてくるからね。いや、彼はね、かっこいいよ。顔とかじゃなくて、なんつうのかな、オカマの扱い、なんつうの、女の扱い上手だよね、やっぱね。一緒にいて、なんつうのかな、楽しいもんね。そこなんだよ。男の人とさ、一緒にいてね、何がポイントかっつうと、笑わしてくれることじゃない。笑顔にしてくれること。そういう男の人ってさ、やっぱモテるよね。ああ、楽しい。この人と行って楽しい。みたいなさ。そう、だから、多分モテるんだと思うよ。で、ケンジ君もさ、昨日ね、うちにゼロワン君に来た時に、ちょっと電話で話したんだよ。最初に言っとかなきゃいけないなと思って、彼氏にね。一応私彼氏いるんで、ね、もしかしたら泊まりになるかもしれないっていう状況で、お話ししたんだよね。今、ゼロワン君がお家に来てるけどってね。そしたら、ちょっと見てたよ、みたいな。って家にまた来たんだ、みたいな。で、なんか電話で普通に話してたんだけど、急に、奈々ちゃんってね、もう俺大丈夫だよってね、放送に戻んねえ、みんな戻ってるからって。いいのってさ、ね、久しぶりに、もう3日4日ぐらい私たちさ、最近バタバタしててさ、お話ししてなかったのよ。なんかほら、学校に泊まってたりとかさ、結構バタバタしてたじゃん、こう。ねえ、火水木って。まあ私もちょっとね、電話で喋ってないからちょっと喋ろうよ、みたいな感じでね、話してたんだけど。ね、俺より、リスナーを優先にしなと。ね、奈々ちゃんは配信者なんだから、今、下に戻んなくてどうすんの？みたいな。だから花火大会ね、行った方がいいんじゃないの？って。ゼロワンくんと行ってきなよ、みたいなさ。で、私もピーンとスイッチ入ってさ、わかった！みたいな。行ってくんね！みたいな。じゃあ、またね！みたいなさ。結構できてるよね、うちの彼氏ね。何様って。いや、すごいね、理解力あるなぁと思って。私もちょっとね、ドキッとしたね。あ、うちの彼氏すごいじゃん、みたいな。どうやってんじゃん、配信のことみたいなさ。でも、言われたね。ゼロワン君に私、彼氏の写真見せちゃったの。それはやめてと。ナナちゃんってね。今までルールとしてね、俺の情報は一切出さなかった。最近緩んでるよって。そうやって写真でも俺は見せられるの嫌だからってさ。ああ、そうねって。私もちょっと疲れてたし、ごめんねって気持ち緩んでたわって。な、これからはちょっと気をつけるねって、本当に。その個人情報とか一切ずっと出してなかったじゃん。ね。
そういうとこは、ちょっと私がね、気が緩んでたかなーってね。ごめんねーって言って、電話を切ってね、じゃあ行ってきます、みたいなさ。私レベルの話を聞けんでしょってことは、頭を止まってるってことだよ。な？そうだろ？釜の話を聞けてんな。うん。かかってこいよ。え？論破してやるかな。怖いんだろ？私に論破されんのがさ。かかってこいよ。え？おい。何でも答えてやるよ。で、みんないるかな？ワイワイしようかなって挨拶ぐらい？そしたらもう挨拶できないレベル。もう移動もできないし、もう人の群れ群れ群れでね、もう歩くことすらもできないし、みたいな。そう。ただ、人の流れにね、押されるだけなの。歩いてんじゃないんだよ。後ろの人の押しでこう動いてるみたいな。わかるかな？歩いてないの、私。押されて動いてるだけの、ずっと。怖い。で、結局ね、その、花火大会がさ、めちゃくちゃ見れる場所があったんだけど、そこはチケットが必要だったの。チケットを買わないと入場できないと。え、じゃあ私たちチケット買ってなかったからどうしようかな、つって。で、見えるスポット探そう、つってもさ、もう人混みで動けないし、じゃあもう、ね、あの、交差点しかなかったんだよ。交差点のちょっとね、ビルの隙間みたいなとこから見えるからってみんな言ってて、で、そこに移動しようっつってさ、ダッシュで移動してね。もう花火大会5分前とかの状況でね。だから私たち、もうあまりにも人が動かないから、もうタクシーに乗ってね。タクシーの中だったら電波もあるし、ね、人混みも緩和されんじゃないかって、もうギリギリでタクシーに乗り込んで。だからあれ、タクシーに乗ってなきゃ間に合わなかったよね。うん。もう全然見れなかったの。それで、ね、タクシーに乗って交差点着いたんだけどね。話聞いてる？それで、なんかね、交差点で警察じゃないんだけど、警備員みたいなのがさ、交通誘導してたの。ピピーっつってさ、ね、動いてくださいとか言ってさ、立ち止まんないでください、危ないですとか言って、進んでくださいみたいな。それで、私ガーってさ、めっちゃね、真ん中で撮ってたら、危ねえよとか言われて、すごいね、あの、押されたの。え？みたいな。あんたなんなの？警察なの？つって。カラス触んじゃねえよ、みたいなさ。本当に。お姉さん危ないですよ、お姉さん危ないですよって言われても、私もね、もう配信撮りたいから、もう意地でもさ、交差点の真ん中でこう棒持ってさ、花火を撮ってたんで、そしたらお姉さんって、お姉さん危ねえよ、お姉さん危ねえよってどけよとか言われてさ、すごかったよね。なんだようるせえなこの野郎とか言ってさ、邪魔なんだよとか言ってさ。いや、迷惑じゃないけど、止めんなよって、止めたら危なくない逆に。で、止めんなよって警備員がさ、だって警備員ってさ、止める権利あんの？だったらルール守れよ。守んねえよ。な、交差点の真ん中で、な、ゼロワンクも言ってたけど、ずっとこうで、こう、こうやってね、こう、スナイパーかのように、もっと長かったからね、こんぐらい長い棒を持ってさ、こうやって撮ってたんだから、私、こうやって、こうやってさ。で、私の目には花火が見えてないの。私の目には花火が見えてないのよ。みんなには見えてんだけどね、画面上はね。画面上は見えてんだけど、ね、私はその画面の中の花火を見ながら、こうやってさ、こうやって。そう。で、後ろはね、押されちゃうから、ゼロワンくんが守ってんの、ね、こうやってね。この後ろで。私はこうやってて、ゼロワンくんは後ろでこうやってて、フォーメーション。それで、ね、電波がなくて何回も落ちるっていうさ、もう最悪だよね。もう悔しい。もう野田さんとワンタロウみたいにさ、綺麗に撮りたかったのにさ、ワンタロウくんみたいにさ、悔しいわ。野田さんは綺麗に撮り
え、ムカつくんだよ。コメント欄で鳩飛んでくんだよ。ね？ね、野田さんとこはね、綺麗だとか、ドローンが飛んだとかさ、負けてるとか言ってさ、で、ワン太郎くんはね、なんか、すごいよって、上手だよとか、もうめちゃくちゃ鳩飛んでくるの、もう超イライラ、イライラしながら、私はさ、ずっとこうやってこう、イラ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 って、もう、私も負けないっつってさ、もうスナイパーになってね、こうやってずっとね、で、後ろでゼロワンくん、こうさ、かき分けてくれてね、こうやってさ、もうゼロワンくんの無駄遣いでね、本当にね。でも、それを見ててね、私が落ち込んでたり、イライラしてたりしたのを、ゼロワンくんはリアルで見てんじゃん、後ろね。あの人優しいよね。私がちょっと落ち込んでたの。思うように配信できなかったからさ。そしたら、ゼロワンくんが、ナナちゃんって。ナナちゃんは、花火取れなかったけど、配信者としては、素晴らしかったよって。その、配信をね、やるっていうね、その意欲は誰にも勝てないよと。誰、一番だったよって言ってさ、ちょっとね、ちょっと嬉しかったな、おじさん。すいません。ちょっとそう言われてね、あーってね、よかったな、みたいなさ、そうのね、一人でもね、伝わればさ、伝われば配信やっててよかったな、みたいなさ、ちょっと嬉しかった、私もね、褒められると嬉しいタイプなんで、ね、その一番近くにいた人がさ、褒めてくれてね、ちょっと嬉しかったな、みたいな。そうそう。本当に。なかなかね、伝わりにくいんだけど、そうな。配信ってさ、難しいんだけど、あ、配信やっててよかったなって、ちょっとね、ゼロワン君のおかげでちょっと気づけたみたいな、昨日はね。なんで。じゃあ私ね、よく想像することがあって、高層ビルのとこからさ、10円玉とか投げたら下の人死ぬのかなってね、いつも思うんだよ。なんか投げたら、当たったら死ぬのかなみたいな。ちょっとね、サイコパスなんだけど、私ね。ヨギママからはたくさんもらいました。ヨギママからいただいたもの。ヴィトンの財布もいただいた。ヨギママからいただいたもの。エルメスのキーアクセサリー。ヨギママからいただいたもの。ヴィトンのキーケース、ヨギママからいただいたもの、ディオールのメイクパレットってね。あ、ヨギママからいただいたもの、全然ね、ヨギママの商品がないんで、身の周り。最近。どっかに隠れてると思うんだけどね。財布とかどっか行っちゃったね。懐かしい、これ。これはね、7年間付き合ってたノブくんっていう人に初めて買ってもらった指輪。タングステンって言って安いんだけど、私がめちゃくちゃ指輪見に行った時にさ、すごい気に入ってね、こんなんでいいのとか言われたんだけど。じゃ、なんか捨てらんないんだよね。これもあれだね。買ってもらったやつだね。これスワロフスキーなんだけど、15,000円ぐらいの指輪。これもさ、あのデザインが可愛くて、スワロフスキーでさ、私買ってもらったんだけどね。これ可愛いよね。また始まったとかさ、ヨギママそん頃見てないからね。いい加減にしてよ。なんか子さんぶってるけど、ヨギママなんてここ3年とかだからね。ね。なんか奈々ちゃんのこと何でも知ってるみたいな雰囲気出してるけど、奈々ちゃん言ってさ、あなたね。あなたなんてにわかなんだよ。ね、もっと古いリスナーさんたくさんいんの。ね、奈々ちゃんがどうのこうの、奈々ちゃんがとか言うけど、あなた全然私のこと知ってない。リアルタイム見てねえし。な？な？ 5 年オーバーから語ってよ、みたいなさ。だからゼロワンくんと同じぐらいだもんだっていう容疑もま。ゼロワンくんがまだね、ね、養父伊藤さんっつってさ、ね、うちに来た時と同じぐらいにヨギママ知り合ったんだよ。な？今、養分とか偉そうに言ってるけどさ、養分さんとか言っててさ、で、うちに来た時なんか一言も喋んなかったんだよ。
ね、ヨーゴンが家に来た時にゼロワンなんかずーっとこうやってね、一言も喋んなかったの。あの人。ん？その時にヨギ回しにあったの。どうはどう夏どどうこの中身はね何色の髪それは言えない値段は下品ラララララララ今日も食べまくろうルルルンルンデブよなんで室伏くんと LINE してんの？彼氏はもうバレちゃった？ついに。それなんで知ってんの？なんで室伏くんと LINE してんのバレたの？それどこ情報？なんで知ってんの？本当に。昨日出てた？どこで？昨日見えた？あ、画面に映り込んだってこと？ああ、やば。ちょっと待って、Apple Watch 見せた時に、あ、そっか、LINE。あ、そうだ、DM も見れるよ、LINE も見れるよ、つってこれで、いじくってる時に LINE の内容見えてたのかな？うわぁ。浮気してんのバレちゃった。え？うん、室伏くんとね、やっちゃったのよ。まあ、嘘だけど。嘘だ。たまたま室伏くんの画面が出てきたんだよ。じゃあ、こっちに登録してんのは、サブの LINE なんだよね。配信用の LINE？こっちの普段使ってる LINE じゃなくて、違う LINE なんだよ。で、室伏くんは配信用の LINE でやり取りしてたの。それで本ちゃんの LINE を交換したんだけどね。たまたまそれが出ただけ。焦ってないよ。じゃあ、彼氏の LINE が出ちゃったのかなと思って焦ったの私。それが室伏くんだったんだよ。まあ、変な風になってんでしょ、多分。そういうこと。うん。一番は彼氏なの。彼氏の名前とか、LINE のね、内容とか出ちゃったんじゃないかなって思ったんだけど、室伏くんだったから、室伏くんね、って。彼氏の出てないでしょ？出てない、出てない。ね、やめて。じゃ、昨日言われたの、奈々ちゃんってね、最近奈々ちゃんね、なんつうの？そうさ、最近気をつけてないからってね。また監視みたいに見ちゃうよって。ね、初めて会った頃に、なんかそういうのね、個人情報とか、出んじゃないかなっていう感じでね、ドキドキした時期があったんだって。付き合いたての頃ね。付き合いたての頃に、彼氏なんだけど、ね、ここで、ね、素性が分かっちゃうんじゃないかって、ちょっと監視してて、監視みたいな心を持って見てた時があるってね。だから気をつけないとまたそういう風になっちゃうよ、みたいな昨日言われたんだよ。うん。そう。だからそういう話もしてても彼氏は、ね、彼氏の精神的にはさ、ドキドキしちゃうね、こう話して、室伏くんがどうのこうのとか言ったらさ。うん。そういうのってさ、一回ね、信頼というのひびが割れたら、もう一気にね、水晶玉割れちゃうんだから、気をつけないとね、そういう発言とかもさ、ね、愛してるから。ね、ケンジ君。今すぐ会いたい。会いに行きたい。この間、長島スパーランドめちゃくちゃ楽しかったしね。次はいつ会えるのかな？今日会いに行っちゃうかな、このまんま。このまんま名古屋に乗っちゃうから、新幹線乗って。1時間半で行けるから。ね。ちょうど着いて、お仕事終わった時ね。
会えるかな、チューしに行こうかな。ケンジ君結婚はしてないっつの。もうさ、ちゃんと話してここじゃん。既婚者ではありません、うちの彼氏は。何回も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 ね、この6ヶ月間言い続けてますけど、うちのね、ケンジ君は既婚者でもないし、私はね、不倫をしてるわけでもないです。フリー。ただ、ね、元既婚者であってね、今は、フリーです。私と知り合った時はフリーですよ。わって言い方もおかしいけどね。彼女もいません。ちゃんとお付き合いをしてます、この6ヶ月間。ゼロワンが言ってたキリンのタブラに似て、似てません。キリンのタブラなんか似てないし。あの人も目悪いんじゃないの？まあ、逆にキリンのタムラでいいや、そっちの方がいいね。全然違う顔だったんだよ。みんなはじゃあキリンのタムラでイメージすりゃいいや。全然顔違うかな。ね。かっこよかったよ。あれ私も、ちょっと待って、またもうおめごとになる。あれ私酔っ払って前ゆんちゃんにも見せた。嘘でしょ？私見せてたリスナーさんの、やっべえな、これ。喧嘩なんだ、マジで。どうしよう。ごめんね、ケンジ君。最初に、この間多分ね、マユンちゃんとお酒一緒に飲んだんだけど、多分見せてんだ、これ、言い方。今のマユンちゃんだけど、ごめん、本当にごめん。本当にごめん。ちょっと謝っとこうかな。もうこういうとこで崩れちゃう。ちょっといい？今 LINE して。でも信用ね、一回崩れるとね、大変なんだよ。今見てくれてるかな？ガチで私を信用して。私ペラ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 喋るんで有名だけど、余計なことをね。ペラつぐって言われてるけど、この6ヶ月間かなり守ってると思うのは、ただ疲れてるだけなの、私ね。言い訳に聞こえると思いますけど、ちょっと疲れてんの、本当に最近。ね、あなたのことを愛してるし、ね、これからも守っていきたいし、うまくね、この先もずっとお付き合いしたいと思ってるの、本当に。あなたがいなきゃ私ね、私の人生考えられないから、本当に。あなたと一緒に歩みたい。本当。だからあんなに言わないのよ、ペラペラ言うの。だからヨギママも何書いてる、句読点入れてつってんじゃん、なんかの。関わってこないんだよ、私に。ね、ヨギママも。ヨギママも一回だけで会ってんだよ、ヨギママね。うちの彼氏に。ギガフェスで、ヨギママは会ってんだよ。顔も見てんのよ、うちの彼氏に。それ一回見ただけでシャシャに出んだよ。な、それでゼロワン時の喧嘩になってんだの？な、たかが一回見ただけで偉そうに言うなって怒られてんじゃん。怒鳴られてんだよ、ゼロワンに。電話してね。え、ヨギママとか言ってな。戦う？あ、カマ戦争か？やる？こないひどんなちゃんとな、ひでママもな、喧嘩してたらしいけど、ヨギ先生？あたしとやるのか？本気でやんのか？ヨギ先生。でもやばい、いっぱい知ってるから暴露されそう。ちょっと待って。すいませんって感じね。ちょっとダメね、冷静に考えてダメ。ヨギママはあたしの爆弾いっぱい知ってるからな。すいません。ヨギママすいません、本当に。うっさーん。嘘ピー。本当に。本当に嘘。ヨギママごめん。マジで暴露されるいろんなこと。ヨギママを怒らしちゃいけないね、本当に。ガチで。私の、ね、みんなに言えないこといっぱいいっぱいいっぱい知ってるから、お友達なんかさん。ガチでやばい、ヨギママと。ヨギママにコピー売んないと、本当に。ダメ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 、戦争になっちゃダメよ、本当に。いや、マジで、いや、爆弾落ちるよ、本当に。5発ぐらい多分知ってると思う。配信で絶対に言えないこと知ってるからよ、今。ねえ。私の配信外の姿をね、いっぱい見てるから。ヨギママの仕返しが、ヨギママの逆襲が始まんのかな。ね、スターウォーズ見て、ダンダンダン、ダンダダンとか言ってさ、ね、ダンダダン、やるわよ、そうしてる。あのね、私を怒らせるとね、怖いんだから、だって、イクティビーとか言ってね、
で、ライトセーバーかなんか持ってさ、やるよとか言ってさ、振りかざしちゃうよとか言って、あ、ピンチ、ふざけんな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 とか言ってさ、気持ち悪いの。キルユーとか言ってね、キルユー。ああ、ヨギママって面白いよね。ヨギママの話だけでこんなテンション上がんなかったさ。ヨギママってね、ガチでね、面白いと思う。いろんなところでヨギママの話題になってんじゃん。その話でみんな笑うし、そこがね、ヨギママの才能だとね、私は認めてんだけど、で配信自体ね、ぶっちゃけ普通やん。何言ってるかわかんないし、汚い料理作るし、ね、メイクさせたらね、なんかピエロみたいになるし、ね、ファッションセンスはね、ライトオンみたいな感じで、中学生みたいな服じゃん。だけど、いろんなあちこちのところで話題になるってことはすごいよね。ね、ヨギママの名前を聞かない日はないじゃん、一日ね。こう配信見てたらさ、どっかしらヨギママの話してるじゃん。遊びをしないように、わかりました。ヨギママ先生。ね、これからも末永くよろしくお願いします。だから、私の秘密は言わないでね。5個ぐらい爆弾がありますけど。ヨギママ先生、今度ね、チューしてあげるかな。ね。ね、久しぶりに1年ぶりのチューをしてあげるからさ。ね、一緒にチューしようね。色濃いな。15個もある爆弾。どれのこと、あー。でもあるかもな。じゃあ絶対ね、パンドラの箱のような話があんね、私には。もう絶対に蓋を開けちゃダメと、表沙汰に持ってっちゃダメっていうさ、ね、内緒のお話が詰まってるんじゃ。一個教えて。いや、絶対に言えない。ひっくり返ると思う、私の枠が。明日になったら閲覧3人になってるぐらいの勢いよ。わかりやすく言うとね、もうみんなリスナーさん離れちゃうし、ショックを受けて寝込む人がね、全国で3000人ぐらい続出みたいな。みんなね、夜寝るときはみんな泣いちゃうかもしんない。寝れなくなっちゃったり、うつになったりとか。ね、ご飯が食べれなくなってガリガリになっちゃう、点滴打つ人も出ちゃうし、みたいな。うん、ビジネスオカマ。実は私が女好きっていうことが、それは栄養妨害ですよ。でもね、私ね、普通に女の子とチューしたいとか、おっぱいもみ合いっこしたいとか、抱きついたりとかするの好きなんだよね。イチャイチャするの。ただそれが女好きなのかわかんないけど、普通にチューとかするよ、リスナーさんとかビューとか言って、ブルブルブルとか言って。やだ、ナナちゃん。そんな舌入れちゃって、ポーとか言ってさ。で、リスナーさん。もう、ハレンチなんだかなとか言ってね。ナナちゃんってそういうことやるのねとか言って、やだとか言ってさ。で、その反応が面白いんだよ、リスナーさんの。なんかじゃあこうなんかクソババアなのに乙女になる顔がウケるんでね。乙女顔なんでポッとか言ってさ、なんかほっぺピンク色になっちゃってね。結婚してたのは知ってる。それは言っちゃダメだね。それを知っている人は7年前のリスナーさんだね。私が元既婚者で子供いるっていうのよく覚えてるね。うん、でも言う必要ないしね、そんなんね。別にね、結婚してたとかさ、子供がいるとかね。うん。AV 出てた、それはみんな知ってんじゃない？いつまでを取り入れことなく、友達でいよう。明日の日を、夢見て、日をあの星。でもね、私たちはもう6年前に終わったんだから。
あの時にワンワンを選ぶんじゃなくて、私を選んだ方が良かったね。ん？ね、交換してんでしょ？じゃね、私ね、ガチで、養分伊藤くんのこと好きだったの。6年前か知り合った当初、ガチで恋してて、本気の恋をしてたの、マジ好きで、もともとリスナーだったんだけど、ガチ恋だったの。それで、すんごい絡んでたんだよね。あちこち旅行行ったりとかさ、一緒にね、ホテル泊まったりとか、一緒に配信したりとか、すんごい好きで。それで、気づいた時にはワンワンと付き合ってて、そこで諦めた感じ？そう。そう感じだったんだよね。みんな知ってる人は知ってると思うけど。みなみちゃんと付き合いますか？付き合えるわけないだろ。誰が付き合うんだよ、みなみちゃんと。ああ、ゴンズリ、ゴンズリの、おっきいじゃん、とか言ってね。すっげーとか言って、こんな汁とか出てきちゃって、やっべーこれ何これとか言ってさ、なんか酔っ払ってね、笑いながら、うわ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 、とか言ってさ、私のさ、先っちょねちょねちょすんの。で、私も、いや、やめてやめてやめて小峠くんやめてとか言ってさ、こんなの、もうやめてって恥ずかしいとか言ってさ、それでなんかニコ生に行こうっつってね、ニコ生行ってさ、なんかね、私が、でもさ、結局ね、行かなかったの。何の話よってなんか。確かにね、これさ、1万人も聞いてんのこの話。バカじゃねえの朝かな。何の話を朝からしてんのよ、私はね。みんなバカだよね。よっしゃ。じゃあ、こっち、うわ。やっべこれ。やっべ。やっべ。マジ半端ね。やっべ。これおっきい。やっべ。すげえ。うわー。おっきい。これやっべ。これすごいじゃん。これすごい大きさ。これ食えるから俺。食えねえな、これ。やっべ、これ。マジやべ。シャキー。やばい、シャキー。やばくないこれ。このね、必ずマクドナルドだったらファンタグレープ。食べ方、まずポテトからいただく。これが一番冷めやすいんで、冷めたら一番まずい商品なんで、これをまず完食してから、こっちに向かうと。ちょっと待つね、これ食べ終わるまで。でもさ、私ね、最近ね、気づいたことがあって、夜にマックを頼むとしょっぱいの。昼のね、ポテトとかそうでもないんだけど、夜ね、9時とか10時ぐらいに頼むと、めちゃくちゃポテトしょっぱくて食べれないぐらいしょっぱいの。毎回その時間。で、マジでしょっぱいの。今はしょっぱくないよね。普通なんだけど。多分振りかけんのが偏ってんじゃないの。それか、なんか入れ替えとかで味が二重になってるからだろ。ん？塩の加減がしょっぱいんだよ。シールって何？くじをめくって。これ？でもね、私、こういうのさりげなく当てちゃうタイプなんだよね。みんなご存知の通り。さりげなくペロリ当てちゃうか。何が当たるんだろうね。せーの。50円割引。フィレオフィッシュ。50円割引だって。これ当たり？おー。50円引きってすごいよね。食べないけど。あ、結構出やすいの、これ。私、マックフルーリー嫌いなんだよね。オレオの味が。
オレオってさ、なんかさ、引っかかる感じしない、喉に。それプラスアイスだからなんかくどいっていうかさ、なんかオレオの粉あんま好きじゃない、なんか喉に引っかかんのよ。なんか普通のお菓子のオレオも私食べないもんね。オレオよりあっち派なんだけん、あのクラッカー、リッツ、あれが一番美味しい。うん、痛い、腰が、痛い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 。もうテーブルになるからさ、この椅子がね。なんかポテトまずい、今日。なんか、これ外れだね。全然美味しく感じない。で、昨日の夜ね、私家系ラーメン01個と食べたんだよね。ね、家系ラーメンと、あとなんだっけ、チャーシュー丼みたいのと、ね、角煮みたいなやつ。で、朝はギガマックだからすごいよね。胃袋拡張してるわ。ダーン！うわぁ。もう胸焼けする。朝からまずいな、これ。やっべ、これ。やっべ、こんなでかかったっけ、やっば。嘘でしょ？半端な。すごいね、このボリューム感。お肉が1,2,3,4 枚入ってますね。いや、やばいよね、これ。重みがすごいもんね、これ。1キロぐらいあるんじゃないの。重さ。700ぐらいかな。これはね、ごめんね、3秒では食べれないね。普通にいただく、今日は。カロリー何キロカロリーこれ。1500だってよ。へぇー、うっそー、1500キロカロリーだって。じゃあいただきまーす。こちらギガビッグマック、完食目指しまーす。うわー、これさ、どうやって食べたらいいのこれ。ポロポロこぼれるし。どうやって食べるのこれ、どっから口つけんだの。かぶりつく。で、足意外とお口ちっちゃいんだよね、これ。意外と入んないの、ね、よ。広げたら、ここ横が切れちゃうみたいな。おちょぼ口っていうかさ。人よりね。うん。こうね、横に開かない人なんで、縦には開くんだけど。あらははは。あ？一口ちっちゃい人意外と。怖いってなる。何の話なんで、おちょぼ口の話だっつうの。じゃあ行く。え、目つぶって食べてってどういうこと？あかんかん。なんか怖いんだけど、目つぶると肉が迫ってくるようでさ、体の中に。はいよ、食べろってな。じゃあ一口目、ファーストインプレッションいくね。ファーストコンタクト、いただきまーす。いただきます。チーズがソースがなんか違うって言ってたっけ。ちょっと分解してみようかな。あ、でもここ入ってないね。チーズは下にドボンって入ってんね。何が違うのこれ、ビッグマックと。え？どうした？何してんの？お母さんはいる？あ、お母さん？あっちにいるの？子供が見に来てた、今。一人で。やっべ、これマジやっべ。すっごい肉4枚入ってる。やっべ、先に。やっべ。
すごいじゃん、これすごいじゃん。肉4枚も入っててすごいじゃん。やっべ。たまんねえ、やっべ。俺やべえ、これ。食えるかな、やっべ。肉の隙間が見えんじゃん。これ何段入ってるんだ。この中にアリンコがいるかな、とか。やっべ。じゃあ、いただきます。一口。じゃ、マジ入んないかも、お口。待ってる。これすごくない？上まで行かないな。ちょっと待って。上の段に行かないんだから、この3段のここぐらいまでしか行かないんだよ。これ潰した方がいいんじゃね、逆にこう。よくさ、海外の人はさ、こうやって潰してんじゃん、ギューってさ。ねえ、だって一気に行けないやん。ちょっとギューってやってね、ギューってね。これだったらいけんじゃない？はいよってさ、別にさ、ただ飯食ってるだけでなんでさ、そんなせかされなきゃいけないの？本当にさ、あなたたちって待てない人だよね。普通に、朝ね、おじさん、おかまのおじさんがね、ビッグマック食う配信なの。そんなにイライラしてもしょうがないし、ビッグマック、たかが。じゃ、行くよ、本当に食べるよ。あ、うん、うん、うん、うまっ、おいしい、うん、うまい、久しぶりにビッグマック食べたけどうまいね、結構うまい、ボリュームがね、うん、あのね、やっぱりね、肉が4枚重なってるから、あと半分5口でいけるかな。行ってみる。あ、それをやってみるか。うん。大丈夫これ。待って、ギューッと押すね、ギューッと。ギューッと押すね。これちゃんと噛めないと。よし。じゃあこっちだね、次。うん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 。美味しい。うまっ。いやさ、久しぶり、私さ、ビッグマックってあんま食べないんだけど、うまいね。いつも照り焼きかフィデオフィッシュしか食べないな。あとサムライマックとか。やっぱここ戻ってくると、マックってうまいんだなって思う。これが原点みたいな。これがマックだなって感じがする。ああいうおしゃれなサムライマックとか今出てるけど美味しいやつね。これよ、マックは。やっぱり。うん。これ。これぞキングオブザマック。何かあったって何何いきますよ、最後の一口。食べるな。
これで問題、文句ない。ボクシーで食べました。どう？これちょっと記録でね。早食いよりこっちの方がいいんじゃない？ご口で完食。いや、おかわりは無理。もうこれですっごいお腹いっぱい。うわ、味。マジやっべ。マジやべ、半端ね、これ。俺半端ね。でもさ、俺って、やっぱマック食べてすごいじゃん。俺とか、TikTok 載せたらバズんじゃね？ね、そう思うんだよ、俺。マジやっべ。じゃでもポテト食べれないぐらい、あーやだ、ちなみにお腹見せたけど、やっべマジで、これ食べただけで相当出たね今。ほらここビッグマック入って、これ貼ってる、うわすごい、無理も。でもさ、女の人でこんなギガマックなんか食べる人いないよね、普通にね。だここの今見てる人の大半がこれを食べないと思う。まあ、男の人だったら食べると思うけどね。食べれないと思う、これ。うん、でも挑戦してみて、たまにはね。もう90キロ多分行ったかもしんないね、そうそうね。うん。やばいかも。この腹回りがすごいだけでね。なんか足も細いじゃん。こうね。ほら。美脚でしょ？この足首とか見てもらえん。このアイコスと一緒ぐらい、ほら。ね？足首のサイズが。アイコスと同じの、こんぐらいなんだ、細さがね。はーい。帰ります。骨折りでーす。